皆さんこんばんは、ドクター林です。4月26日、もういよいよ4月も終わりになりましたね。連休前の放送ということでね、皆様どうでしょうか、聞いてらっしゃいますか。今日もね、また素晴らしいゲストの方をお呼びして、お送りします。1時間でございますね。歌手の田畑芳夫さん亡くなられましたですね。94歳ということでね、死因は肺炎だということですけど、大体どんな病気でもね、大体死因というか最後は肺炎を起こすことが、お年取ってからとね、風邪をひいただけでもこう肺炎を起こしてしまいますしね、それから例えばがんだとか糖尿だとか、いろいろそういう基礎疾患があると肺炎を起こしやすくなって、それがもう本当直接死因につながるということが非常に多いですね。だからお年寄りの方で本当見てますと、死亡死因は肺炎なんていうのは結構新聞記事に出てますけれどね、お年寄りの肺炎っていうのはやっぱり気をつけなきゃいけないのはね、熱が出ないんですね。ですから若い人たちはみんなもう熱が出ますから、熱が出たり咳が出たりしますから、病院に行ってすぐレントゲン取ったりして、早く処置ができるんですけどね、お年寄りの場合はですね、熱が出なくてただこう食欲がないとかですね、いうことが結構あるんですね。なんとなく元気がないとか、食欲がなくなっているとかですね、それで病院に来てくださればですね、一応医者はそういうことを考えますから、レントゲン取ったりして分かるんですけども、そのくらいのことだから病院に行かないって放っておくと、本当に呼吸困難を起こしてしまう、死んでしまうことがあるということでね、年を取ってきた方はね、やっぱりね、肺炎ということをいつもこう頭に置かなきゃいけないというふうに思いますね。この田畑芳夫94歳ですけどね、まだまだ本当に大きいで、もう今はもうね、本当100歳ぐらいでも皆さんもう元気でいらっしゃいますからね、もう本当10年近くはね、もう頑張っていい歌をね、私たちに聞かせてほしかったなというふうに思うんですけどね。1946年ぐらい、終戦後のね、清田さんがみんな帰ってくる福音戦の中で、この歌を聴いて、もう兵隊さんみんなも号泣したというね、そういう歌も田畑芳夫さんの、ね、代表作です。まずこの歌から聴いていただきましょう。帰り船、どうぞ。
田畑芳雄さん亡くなられましたですね、帰り船を聞いていただきました。まあこのスタジオの中でね、なんだこの人は、誰だこれは、知らないぞ、聞いたこと初めてなんで、みんな言われましたね、ちょっと寂しい思いをしましたですね。さあそれでは毎回、素晴らしいゲストの楽しいゲストを、ね、呼んでお送りしてます、健康ゲラゲラクリニック、今日のゲストはアパッチプロレス軍というね、恐ろしいところに来ましたね。アパッチプロレス軍、まずジェネラルマネージャー長谷川和孝さん、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。それからプロレスラーのね、黒田哲弘さんです。よろしくお願いします。来てくれましたね、やっと来ましたね。いやいや、あのね、前に来た金村君がね、はい、黒田呼んでやってくれと。あ、本当ですか。面白いですよ、よく喋る、面白いですよ。それで橋本智彦君が、はい、長谷川ジェネラルマネージャー呼んでくれと、 あれもよく面白いですよ、話が、ということでね、今日は2人揃ってきていただけたということで。なるほど。ジェネラルマネージャーってだってどういう仕事なんですか。まあそうですね、うちの団体ではもう、まあ、会場から、うん、会場を取るところからですね、マッチメイクまで、あといろいろもう全部裏方のことは全て裏方一人やってるってことですか。そうですね、あと一人、もう一人、はい、いるんですけども。ジェネラルマネージャー偉いんだよね。ね、偉いんですかね。偉くないですけども。偉くないの。はい、この前は、あの時は橋本くんが来た時は、はい、来た時は広報の長谷川くんがいるから、はい、面白いかなって言ってたんだけど、今日はなんかジェネラルマネージャーだったから、はい、ちょっとワンランク上がったんですね。プロレス業界って早いなってね、あのだって一、はい、あの営業の人がさ、はい、社長になっちゃう会社もあるんだから、はい、ね、はい、それ考えたらやっぱりプロレスの業界ってすごいなと思いますよね。そうですね。あっという間に出世ができると。はい。ね、プロレスラーはいつまでたってもプロレスラーだけどね。まあ、まあ、ある意味デタラメな。ね、プロレス業界に変わって、はい、変わったね、その、まあ、レスラーじゃなくて、はい、その周辺の人たちってのは、はい、もう辞めても必ず戻ってくるよね。あ、確かに、でも、うん、みんなそうですよね。これは七不思議ですね、本当に、ね、必ず戻ってくる、ね、うん、他で通用しないですね。借金庫でもやっぱ帰ってきますからね。これだけは謎です、 謎です、ね、でプロレス業界はどこでも温かく迎えてくれるからね、帰ってきたらね。そうですよ ね、いいところだと思うな、うん。さあ今日プロレスラーね、黒田哲弘さん、ちょっといろいろね、生い立ちを聞きたんですよ、私は。あ、はい、なんでプロレスラーになったかとかね。あ、はい、どういう人に憧れてなったかとか、はい、そういうことちょっと教えてくださいな。あ、はい、全然大丈夫です。まずどの辺からプロレスラーを目指そうと思ったの。そうですね、僕なろうと思ったのは小学校5年生ですね。あ、それまでは将来の夢とか、なんか親とかに聞かれるじゃないですか、うん、僕は常に言ってたのは普通にサラリーマンっていう、うん、サラリーマンで、はい、っていうか将来の夢が全然なかったんで、あ、自分サラリーマンになるもんなんだと思ってたら、うん、たまたま学校で、小学校で休憩にタイガーマスクの話するじゃないですか。でアニメは見てたんで、うん、え、タイガーマスクって本物のって言って、うん、そうだっていう話で、うん、それをきっかけでタイガーマスクを見たら、まあ、どんどんハマってって、あ、やっぱり、うん、その頃にちょうど長州さんがかませ犬発言をして、うん、かませ犬ね、俺は不思議なのかませじゃないと、はい、うん、その時はあれ、まだあんまりプロレスのルールそんな知らないじゃないですか、うん、なんで日本人同士が揉めるんだろうっていう、あ、はい、急になんか同じタッグチームがなんか揉めてるじゃないですか。それが全然ちんぷんかんぷんで、うん、で一応長州さんと藤波さんが構想するわけじゃないですか、うん、それを見ているうちにどんどん興奮して、あ、うん、レスラーになりたいなって思ったのが、それがきっかけですね。あ、それは小学校5年生。5、6年です。あ、その時はタイガーマスクだから、まだゴールデンでやってた頃でしょ。そうですね、自分が見た時は小林さんと多分トラハンターでやったことですね。あ、タイガーマスクが出てきてそれに憧れてって人はすごく多いですよ、はい、プロレスラーの中でね。そうか、だから昔はほらプロレスラーみんな大きかったから、とてもとてもやっぱりああいうふうになれないと思ったけど、タイガーマスクなんか出てきて、なんかちっちゃくてもプロレスラーになれるんじゃないかなと、そういう夢は出てくるようになったよね。あ、そうですね、うん、でも僕もちょうどこの前の3月で丸20年だったんですけど、うん、でも僕やっぱ最初入門の時は自分の身長でも低いから諦めなって。ああ、それは最初はどこに行こうとしたの。最初はですね、ま、全日本さんに直訴しに行ったんですけどね。お、入れてくれた、はい、うん、がっちり某淵選手に、うん、某淵選手が、はい、身長足りないから諦めなさいで終わりましたね。ああ、でもその頃入門テストがあったんでしょ。いや、なくて、ないんじゃないですかね、その時は。あ、本当、入れてくれませんかって言ったら、はい、ダメって言われた。ダメって言われました。
この野郎と思いましたね本当に。あ、それまで要するにプロレスラーになるためになんかこう体鍛えとか、あの格闘技やってたとかそういうことあるんですか？あ、でもその時はもうほとんど基礎体で、まあ、あの中学校とかは柔道をやったんですけど、ええ、基本はあの自分北海道函館なんですけど、ええ、函館の市民体感であのトレーニングとか自分でやってました。あ、やってたんだ、はい。じゃあ自分でこう結構体作ったつもりで行ったら、はい、それが足りないからダメって、はい、もう簡単にテストもなしです。なし。でそれで諦めてサラリーマンの道を目指そうとしたの。いや挫折しましたけど、さすがにサラリーマンになろうとは思わなかったですね。でそうこうしてるうちにあの SWS があったじゃないですか、ちょうどメガネスーパーの、あれが分裂ってなったんですよちょうど、そこで自分が思ったのが分裂、分かれる、新弟子募集するのはもうこれしかないなと思って、雑誌とか新聞をこまめにチェックしたら、あのたまたままたさらに分裂した PWC っていう団体があったんですよ。団体やりましたね、高野兄弟の、はい、それがあの雑誌に募集したんでもうこれだと思って、あの履歴書送ったら、とりあえず来いと、テストがあるから来いと、テストがあるから、はい、で行ってあの行ったら、あのああ思ったより体できてんな、今日からあの合宿場入れるか、はい、もう今度はテストなしで簡単に入って、へすぐ試合させられたんでしょ、デビューできた感じ。まあそうです ね、約2ヶ月ちょいですね。2ヶ月ぐらいで、はい、ああでも早いね。いやだけどもう全然何が何だか分からなかったです。なんかいきなり受け身やれとかって言われても全然分かんないですし、まあ、それでそこから、まあ、PWC もすぐなくなっちゃうんでしょあれ。そうですね、僕たち結局、ね、半年ぐらいしかいなかったですからね。そうだよね。それからまあ先転して、まあ、私はまあ一番最初はあの FMW に、ね、行った時に会って、はい、それからまあハッスル行ったり、まあ、あといろんな団体に出てきましたよね。そうですね、新日本とかまあゼロワンとかいろいろ出てきて、はい、それでまあ今はそのアパッチプロレスというところにいると、はい、ここが完全に所属になってるわけですよね。一応所属ですね。一応所属、まあ、ちゃんとした契約はしてないんで。でも所属です。ですよね。ね、プロレスは、すごい体ですね。とにかく腕が太いということでね。ずっと前なんかばったり浦安の駅の前から上がって、ね、そうですね、すごい腕の太いやつがいるなと思って見たら黒田選手だったということでね。あの今は違うんですけど当時浦安に住んでたんで、ねはいね、結構前のあれですあったかったんですよ昔。まあそんなこともありましたね。じゃあまずさっき1曲ね、まず、曲をリクエストしてもらおうということでね、まず黒田選手から何がいいですか？自分ゴスペラーズが好きなんで、はい、おどうぞ星屑の街を、はい、お願いします。じゃあそれお願いします。
申し遅れましたけども、この番組にですね、メッセージや感想などいただけたと思います。メールはですね 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、ファックスの方は 0356705332、0356705332、アパチ軍の黒田選手、それからジェネラルマネージャー長谷川さんね、なんかまあいろいろ質問等があったらぜひお寄せいただきたいと思います。もちろんこの番組に関する、感想などありましたらどうぞお寄せください。さあそれではジェネラルマネージャー登場です。長谷川和孝さん、はい、改めましてこんばんは。いやいや、その、はい、ジェネラルマネージャーさっき聞きましたね、どういう仕事をしてるかって言ったら、まあ、雑用係だと、はい、そうです ね、はい、雑用何でもやりますということでしょ。はい、はい、そうです。それで、でもマッチメイクまでやってるんだからな、大したもんだよね。あ、それで、まあ、一応広報係としてずっとやってて、はい、なんでアパッチ軍に入ったんですか。ですね、もともとはうち今ちょっと欠場してるんですけども、タレントで脇智弘っているんですけども、極戦に出てたが、もともと知り合いでですね、で、プロレスやりたいということで、その人が、はい、うん、で、まあ、全日本さんと、アパッチですね、当時橋本智彦、うん、両方と会ってですね、うん、脇君がですね、うん、で結局アパッチを選ぶと、新生アパッチ、うん、何も汚れてないリングに僕はかけてみたいんだということで、全日本と天秤にかけたって。はい、そうです。全日本とアパッチで、まあ、全日本っていうよりも全日本さんのファン感謝デーかなんか言っていいのかどうか分かんないですけども、脇君間違えたでしょ。間違ったね。自分が言うのもなんですけど、これ選択間違えたでしょ。びっくりしたんですけども、うん、そこからですね、自分もまあ見に行っててですね、うん、それで、まあ、みんな選手と仲良くなって、うん、それで震災の時ですね、震災があって8日後に自分ら女川に行ったんですけど、全員で、うんうん、その時にちょっとやってみないかということを言っていただいて、うん、はい、で自分でよければという2つ返事をさせていただいたっていう。まあ、プロレスは好きだったんでしょ。もう大好きです。29年プロレスファンで、はい、誰ぐらいから好きだったんですか。鶴竜コンビ、鶴田天竜さんですね。鶴田天竜ぐらい、うん、はい、その時からですね、ずっとファンだったんだ。だけどプロレス業界に仕事つくとは思わなかったの。全然思わなかったですね。何やってたんですかそれまで。まあそれまでは、まあ、今も他でちょっと普通に仕事もしてるんで、はい、やってます。賢いですねやっぱり。やってるんだろうなと思って、はい、まさかね、ジェネラルマネージャーだけで食ってるとは思わなかったけど、食べれないですね。はい、そうです。そうか、それで、はい、それで他の仕事しながら、まあ、このプロレスがある時にはいろいろお手伝いをしてると。そうですね、そういうことですね、はい、でもまあプロレスの方が忙しいんですけども。結構忙しいですか。忙しいですね。やっぱりやることがたくさんたくさんあるんで、スタッフが少ない分ですね。あ、そうです。そのプロレスが好きでずっと、はい、まあ、とりあえずファンでいたけども、はい、あまりその接点、選手たちとのあれはなかったんですか。そうですね、まあ、今ほどはもちろんないですね、はい、多少挨拶する程度っていう。あ、なるほどね、はい、あ、じゃあその震災があって女川に行ってから。そうです、まあ、もう徐々に、まあ、そこ、ね、そうですね、それまではまあみんなでご飯食べたりとか、うん、パーティーしたりとかして家でですね、うん、やってたりしたんですけども。なんかタイガースの、野球のタイガースの応援団かなんかやってた。昔ちょっとやってましたね、うんうん、はい。あれどっから入手されたんでしょう。いろいろ私も知らず。ああ、本当ですか、うん、はい、まあやってました。野球も好きなの。野球はもう今あんまり興味なくなりましたね。なんていうんですかね、もう優勝見れたんでいいかなと思って。ああ、そうなんだ、はい。じゃあでも本格的じゃないですか、そんな応援団なんかやるなんて。まあそうですけども、やっぱりタイガースよりプロレスの方がいいですよね。あ、そう、はい、野球よりプロレスの方がいいですか。はい、今はそうですね。あ、どうですかプロレス。そう言われて。いや僕はもちろんプロレスの方が取りますけど。そうだよね、はい、プロレス食べれればね、もっとね。そうっすね、どうですかね、本当に今難しいですから ね、自分のもなんですけど。本当にそう思うな。やっぱり夢を売る商売だから、はい、ね、本当にプロレスラーってやっぱりいい車に乗っていい服着てさ、でいいもの食べて、はい、というふうに思われなきゃいけないじゃないですか。そうですね、ね、ちょっとその辺がね、ちょっといまいちかなって。そうですね、まあ僕も今日がっちり車じゃなくて電車で来ましたね。
そう思うな。だからなんかもうちょっとやっぱり収入が増えればみんな壊れるんですけどね。だなりたい人ってあんまりいないじゃん最近。どうですかプロレスラーなりたい、ファンがいっぱいね、ファンがいっぱいいると思うのね、はい、あファンって思い出した。どうですか黒田おばさんたちどうなってるんですかあれ。いやもう消えましたね。消えたの最近、はい、いや昔よく行くと、ね、会場に行くと黒田さんのファンが、はい、おばちゃんたちがね、はい、なんかこうタオル持って、はい、名物がいましたね。まあみんな若いツバメの方に行っちゃうんで。あ最近いないんだ。最近いないの、ね、もう消えましたね。もう何事もないように消えましたね。どこ行っちゃったんだろうね。いや多分どっかの若い選手に行ったんじゃないですか。あそうか。いやいや本当にそういうね、他の非常にファンもいてありがたいんですけれどね、なんかもうちょっとやっぱりな、みんな憧れてっていうかさ、プロレスラーになりたいと本気で思ってくれないとあれじゃないですか。だけど今もう業界も悪いじゃないですか、うん、そうなんですよ。だからその辺を何とかしなきゃいけない。結構昔よりはもうなんかレスラーになりやすいというか、もうなんかもちろん、うん、さっきやりみんな、はい、なれるじゃないですかね。あの身長もそうですけど、僕の時代は僕の身長で全然ダメだったんですけど、今は僕すごいでかい方ですからね。でかい方ね。そうなんですよね。ということで、はい、GM、はい、どうですか、一曲なんかリクエストお願いします。そうですね、自分の好きな、チューブの、キープオンセーリングをよろしくお願いいたします。じゃあそれお願いします。Keep on rolling together 傷ついても背を向けないで黙り込んだ貝殻のままじゃ心が錆びつくだけ。そう走り出せば未来だって過去へと変わるよ。眠れない夜に Say goodbye 明日へ。 Let's keep on sailing。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、プロレスラーアパッチプロレス軍のジェネラルマネージャー長谷川和孝さん、そして、プロレスラーの黒田哲弘さんをゲストにお招きしてお話を伺っております。メールが来ました。メールですね、これメールじゃない、これファックスですね。あ、メールですね、これね、来ましたよ。すごいですね、もう。今夜のドクター林ゲラゲラクリニックアパッチプロレス黒田選手に質問です。よくタッグパートナーを組む金村金太郎選手とは仲がいいのですか？って聞きますけど、仲いいんですか？仲悪いです仲悪いのね。いや、嘘ですけど、あの仲いいんですか？一応、まあ、あの先輩なんで、はい。ああ、金ちゃんが先輩なんで。もう全然先輩なんで、はい。ああ、そうか。でも仲いいというか、まあ、言われるままに。そうですね。もう、まあ、どちらかというと腐れ縁ですね、完全に。そうですね、結構いろいろくっついてますよね、はい、そうですね。ね、まあ一応、まあ、僕の言うことは一応聞いてくれるんで。あ、本当ですか、はい、黒田選手の趣味やってきてますよ。趣味ですか、うん、趣味ですか、意外とないっていうか、まあない、まあ、パチンコもちょっと好きですけど。パチンコは趣味ですね。テレビが好きですね。テレビ見るのが好き、はい、ずっと。普段外出ないです。ああ、本当ですか。もうテレビですね。でずっとテレビをつけっぱなしでとか録画したやつ、はい、録画したやつを録画してずっと見てると。なるほど。だそうですよ。今後黒田選手が、対戦してみたい選手は誰ですかと。よく言われるんですけど、全然特にいないですもうこの年になるといないですよ。ですか。いや、昔はさっきの長司さんに憧れてやってみたいなとはあったんですけど、うん、まあ一応それも夢かなった。かなったからね。そうですね、やりましたね。やりましたんで、はい。いぶしこうたでどうですか。あの彼の動きは無理ですよ。無理ですか。無理ですか。あの動きついてくれないですね。いや、もうだけど本当はああいうことしないと、もうプロレス、今のプロレスはお客さん喜ばないから大変だよね。そうですね。いや、本当にもうそう思う。あんな動き無理ですよ、ね、本当に。いや、そんな。ということでね、いないんだそうですよ、もう別に誰だ、はい、もう20年もやってると特にいないです。ないですね、もうね。最後に長谷川 GM に質問です、はい、今後のアパッチプロレスはどうなりますかと。まあそうですね、どうなりますかって。どうなりますかって、このまま継続していくんですけども、うん、潰れることはないですね。潰れることはないです、ないですね、はい。とりあえず今ちょっと東京が不振なんで、まず東京立て直して、で大阪がまたちょっと好調なんで。あ、向こうの方が本拠地なの？いや、本拠地は東京なんですけど、なぜか東京の、あ、大阪の方が盛り上がるんですよね。へ、でまた7月大阪やるんですけども、その前に今日ちょっと決めてきて、6月17日東京の夢の島で、はい、会場を抑えましたんで、いち早くみんなにお伝えを。あ、そうなんですか。はい、夢の島の体育館、あの、そうなんで す、 すごい、ね、新木場の裏にあるんですけども、ねえ、はい、大きいじゃないですか。大丈夫ですか。の、ショーホールの方で、はい、そんな夢は見ません。大丈夫です。そうなんですか、はい、パチプロスはまだまだこれから、とにかくどんどんあちこちで興行して、そうですね、ファンをたくさん集めて、はい、発展していこうと。そうです、ね、メジャーの一角、メジャーにメジャー入りする、はい、そのためには、金村選手が完全復活、ね、できますかね。で、昨日ちょうど後楽園で試合やったんですね。 WNC さんの団体でハードコアやって、ハードコアやった、大流血の松買ったみたいですけども。まだやってるんですか、そんなこと。はい、まだそんなことやってたらですね、生き生きしてますよね、やっぱりそっちの方が。はい、そうだよね、分かるよね、はい。まあ、アパッチファンの方からこういうメールをいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、ね、本当に。さあ、それで本当そうなんですよね、さっき言ったようにプロレス、新日本プロレスなんか見ててもそうでしょ。もうほら、中田中西もう第一試合ですよ今。え、そうなんですか。うん、まあそうね。で結局ほら、棚橋とか岡田とか、ああいう選手がメインをやって、でもうそういう人たちばっかりがもう中心になって動いてるから、だんだん黒田さん新日本に来てもやっぱり、ね、第一試合になっちゃう。いや、僕多分今第一すらバレでしょ、ね、そうかもしれないけど、だから本当にああいう動きをしないと、ああいう感じの、まあ、いわゆる中量級の選手で飛んだり跳ねたりするじゃないと喜ばれなくなってきますね。そうですね、今金に飛んだり跳ねたりですもんね、うん、そう。だからもうどん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 ああいうことやれても、もうついていけないじゃないですか、選手もね、はい、うん、でお客さんも次から次いろんな技みたいに、もういぶしがあんなことやるからさ、本当にみんな批判ですか？いい感じだけど、すごいびっくりしてるんですよ、まあ、彼の。いや、本当すごいですね、彼の動きは。うん、
だからもうやっぱり対選手大変だろうなと思いますよね。いやでも、ね、今だからいいですけど、もうあと10年20年もあんなことできないですよ ね、 ねでしょ、でしょ、だからどっかでスタイル変えていかなきゃいけないし、はい、結局やっぱり最後はプロレスの原点であるところに戻らないと、選手自身がもう自分でもう首絞めてるようなもんだから。そうですね、思いますね。完全に首絞めてますもんね、ああいうことやるとね。だから FMW がほらああいうね、あのなんていうかハードコアっていうか、まあ、ああいうことをやった時に、これも最後はもう殺し合いするしかないんじゃないかなっていうことも言われたけれども、あ、そうです ね、 ね、結局なんとなくそれもそうですね、なんとなく当時は有刺鉄線しょっちゅうやってましたけど、ね、でしょ、今もう客の目も超えてるというか、有刺鉄線やっても何とも何ともしないですもんね。みんな前は昔うわーだったのに、今、ね、全然リアクションあんまないですもんね。痛いだけで選手が困るね、本当かわいそうに。あれ本当本物ですからね、痛いですからね、本当に本当に、ね、よく言われるんですよ、あれ本物ですからね、完全に。うん、本当だよね、すごいよね。あんな蛍光灯なんか、蛍光灯はさすがやらないでしょ。僕蛍光灯やったことないです。でしょ、ね、あんな蛍光灯なんか、あれ本当にもう粉々になって体に入ってなんかしてるのにやるもんね。やってます ね、 ねいやいや。でもアパッチって基本的にはなんかそういうハードコアみたいなもんじゃないの？ あっても、あの椅子とかテーブル、ああ、その程度、まあ、それは普通に言う僕たちもどうかと思うんですけど、椅子とかテーブルは、うん、まあ、ちょこちょこやってます ね、 うん、ね、そんな感じするけどな。そうなんだ、でもちゃんと固定ファンがいるんでしょ。新しい黒田バサみたいにないですか？はい、熱心なファンは何人かいつも、ね、はい、来てくださってます、ね、はい、やっぱりそういう人たちに支えられてやっぱりやっていくしかない。そうですね、そうですね、それをあと増やして、はい、裏切れないですね。そうだな、本当難しいよな、はい、今団体がありすぎだからね。そうなんですよ ね、 いや本当に。で普通はさ、ほらでどこでも、まあ、新日本なんかにも断トツ一人勝ちかもしれないけど、はい、普通はこの普通の会社なんかとやっていけなくなると、だんだん合併してるのが普通じゃない。あ、ね、なるほど、はい、プロレスは次から次に花分かれていくっていうのが面白い。逆です ね、 ね、分かれますね、そうや、分かれでしょ、本当にね。やっぱ不思議なと、やっぱみんなトップとか取りたいんじゃないですか。そうですだから分かれじゃないですか、ね、分かれでね、わがままなんですよね、つらって。本当アホみたいに、わがままなんだよな、みんなな。というわけで、じゃあもう一曲リクエストお願いします。はい、リスタートジャパンでリスタート、かけてください。よろしくお願いします。リスタートですか、はい。
リスタートジャパンというね、リスタートどうですか、またどっか行く、その被災地行ってくるって聞きましたけどね、はい、今から、終わってからこれから走らせて岩手県の山田町と宮城県の山本町っていうんですかね、はい、7回目の何していくんですか、ボランティアです。何をするんですか、明日は引っ越しって聞いてます。はい、クロさんも一緒に行くの。はい、僕は行きません金村選手と一緒に行って。金村選手何回行くのようにしてね、はい、なんだかんだ行きたいと、ね、ね、はい、力になりたいといつも言ってますね。あ、プロレスやる計画ないですか。プロレスやる計画、向こうでですか、うんうん、あったんですけど6月にやろうっていう、6月8日やるっていうことがあったんですけども、結局ちょっと話が乗らなくて、はい、まあでも延期ということで、いつか相馬の方でやりたいなと思ってます。それは、はい、まあいいですよね、本当に、はい、どうしたんですか、いつの間にかよう言いますよ脱いでやった方がいいよってずっと上半身裸でやってるじゃないですか今わざとらしい相変わらず太いですね、だけどね、ありがとうございます、ね、浦安の時よりはだいぶ結構やってるんですか、ウエイトトレーニングは。あ、今もうウエイトよりも今有酸素ですね。有酸素、はい、ね、走ってます今体重何キロぐらいなの。今92、3です。あ、でヘビーじゃなかったの。僕実は一回もヘビーになったことないんですよ最高98キロなんで、あ、だから僕一回もヘビーじゃなくてずっとジュニアです。なんだ、そうだね、ジュニアだねでもね、やっぱ腕が太いから大きく見えるよね。あ、よくね、100キロ以上あるって言われます ね、はい、そう思うね。でこれからアパッチプロレス何があるんですか、試合はどこで。あ、試合はですね、6月の17日、夢の島と。あ、そうか、夢の島でしたね、はい、夢の島。そして夢の島ってやったことあるのか。ない、どこもやったことないですよ。やったことないのをやるのがうちの団体なんで、はい、あれは、ね、都のあれですか。そうですね、都の体育館です、はい、で7月の、14日、うん、大阪東住吉の若獅子会館、はい、ほんで9月の1日先なんですけども、これも夢の島で。夢の島、はい、大丈夫ですか、2回目貸してくれますかね。まあめちゃしなかったらその辺は金村選手に、心配だな、本当に、はい、あとはアパッチデモリッションの方にちゃんと伝えないといけないなと、ね、はい、そうか、それじゃあ結構新木場最近やらないんですか。そうですね、新木場がそうですね、いつかちょっと戻りたいなとは思ってるんですけども、うん、まあ、その前にちょっとステップとして夢の島をステップ、はい、まさにちょっと夢、あっちも一回近いから、ね、そうなんです、お客さん集まるんじゃないですか、ショーホール意外と便利なんですよ ね、この前行ったんですけども、ね、はい、ね、なんかだけど中入ってから遠いよねなんかそうなんですよ、ね、駐車場からが、ね、そこまでは5分ぐらいなんですけども、はい、そうなんだ、まあじゃあ、あとは後楽園なんかもやらないの。そうですね、後楽園はその前に新木場をまず、新木場、新宿、後楽園と、はい、一気にジャンプはしないで。なるほど、はい、後楽園やったら潰れますよ本当ね、後楽園やるときはもうあれですね、金村金太郎対黒田哲弘という黄金カードを出すしか、ね、はい、いや無理でしょういやもう満杯ですね、もう、そうだよ、はい、東って書いてあれが、あの板がなんか壊れるようによく見てました ね、 ね、あの僕がぶつけるやつですね、ぶつけるやつね、そうですよ、また見たいなそれをね、はい、今黒田選手がチャンピオンなんで、うちの本当ですか、はい、ヘビーのチャンピオン、あ、すごいな、それ、はい、ぜひ後楽園であの南側真っ黒にして、そうですねまた南側プロレスファンじゃないと分かんないなやってください、ね、そうなんですね、それでもできると、はい、ね、はい、そうか、楽しみしてますね、それは本当にね、はい、まあそうすると3試合とりあえずそうです ね、まあその間も多分入るとは思うんですけども、被災地はどれくらい、何日ぐらい行ってるんですか。被災地は今回は2日ですね、2日間、はい、あ、まあ、金村選手が29日川崎で黒田さんとタッグ組んで、ディアナさんの大会、川崎市ビッグマッチですね、川崎市体育館で出るんで、それまでには帰ってこないといけないんで、じゃないとシャレなんでなんもし決勝だったらシャレなんで、井上京子さんに怒られちゃいますんで。あ、そうですか、はい、ボランティアね、はい、何やるんだろう本当に、本当に引っ越しとなんか、宮城県ではですね畑の仕事って言われたんですけども、何をするのかが分かんない言っていいですか、はい、
金村さんちゃんとするんですか。やるんです。この前南相馬行ったんですけど意外に真面目でしたね。本当にちゃんと働けるの。汗水垂らしながらせっせかせっせかとやってましたね。僕のイメージはサブロットなんですけど ね、 どかザボロさんね。いや僕も思ったんですけど、ね、めちゃくちゃ真面目でしたよ。でもお腹空いた時も真面目だったじゃないですか。釜石行った時も、まあ、焼きそば焼いて、そう、ね、はい、意外と真面目なとこありますからね。はい、ありますあります。9割ってダメですけど確かに、ね、で2日間じゃ大したあれじゃないじゃないですか。まあ、まあ、大した、ね、でも移動が車なんで。あ、車で移動して、ね、はい、寝ないで行くんでちょっと今日これから行くの。そうです。あらららすごいで、はい、で夜中に着くんでしょ。いや違いますね、まあ、11時ぐらいに出発して、うん、まあ、向こうの朝方着い て、 ついてで8時半に集合って言われたんで、山田ちょっと結構あるんですよ、ここから釜石の奥なんで、うん、花巻インターで降りるんですかね、うん、はい、そうです。じゃあ花巻山田町の人待ってんだ今。そうですよ、このラジオを聞いてるかもしれないです本当にね。そうですよね、山田ラジオで聞いて、はい、楽しみ待ってると。はい、頑張ってきますぜひ、はい、さて、それではここで今月の推薦歌謡曲のコーナーに行きたいと思います人々の心を癒し勇気づけてくれる歌謡曲を、かけていきたいと思います。今月はですね、稲見芳人さんの歌をお送りいたします。広い広い心を持ち、天を敬い人を愛し、平成の世直し演歌、稲見芳人、天、お聴きください。島の人へに手首巻いて、花と散るのもまた男、ああ天で壊すよ人生は。Hey!
メールをいただいております、ドクター林先生、黒田先生、ジェネラルマネージャーの長谷川さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいております。先生の番組に出られた方はとても気になるので、今ネットでいろいろ調べています。黒田さんはブログなどやってられますか？確かに黒田おばさんって書いてありました。ジェネラルマネージャーさんも来るなんてすごいですね。こんな偉い人が来るなんてすごいんですよ、本当にね。バッチプロレス見たくなりましたって。ああ、よかったですね。新規バッチだってどこでしたっけ？夢の島ですよね、はい。先生、今日も見てる方多いですよ。本当ですよ、嬉しいな。黒田さんの肉体見れて嬉しい。恥ずかしいですけどね。さすがプロレスラーの方ですね。どこでも脱いじゃうっていうね。まあ確かに結構脱いでますね。ドクター林先生、お体に気をつけてください。また来週も来ます。久しぶりにメールしました。カメレオンさん、いつも本当にありがとうございます。いやいや、本当に楽しかったですね。ねえ、あの黒田さん、健康法だったんですか？健康ですか？唐突ですけど。いいですね。とりあえず唯一してんのは、朝起きたら必ず水を飲む。これですかね。糖尿ですか？いや、糖尿ですけど、あ、でも血圧高いんです。血圧高いんです。いや、あの今更なんですけど、僕200ぐらい。いや、本当にこれ。それはまずいですか？はい、そろそろやばいですよ。健康なんか何してるんじゃん、黒田さん。飲み込みですか？びっくりした。それはまずいですよ、本当に。ちゃんと治療しないと。本当に？いや、これネタ抜きで。もうネタ抜きですよ、こんな。もう160から200ぐらいなんですよ。そんなに？本当ですか？それはやばいね。はい。ジェネラルマネージャーとちゃんと健康管理したのダメなんですか？そうですね。あの試合中に本当脳卒中起こしますよ、これ。そうですね。今度ちょっと一回林先生のところにちゃんと。いや、本当に聞いてください。意外とレスラーって病院行かないじゃないですか。うん、ね。まあその例で僕も全然行かないんで。みんな薬が欲しがるけど病院行かないです。そうなんだ。いや俺健康も下手くそないですよ、これは。もう本当に大至急病院行ってください。一応あの玉ねぎはたくさん食べるようにしてます。まあそれ。水なんか飲んでる場合じゃないですよ、本当に。すぐ病院ですからね。薬を飲まなきゃダメですよ ね、まあというわけでね、本当に、まあ、血圧気をつけてください、皆さん。ちゃんとね、200はもう異常ですからね、これね。もう今135までですからね、高いところでね。ということでね、まあ本当にもういろいろ、まあ連休になりますけどね、海外行かれる方気をつけてくださいね。鳥インフルエンザなんかやっぱちょっと心配ですね。ぜひ皆さん本当にね、まあ、ゲラゲラ笑って、楽しく暮らせば病気によるしかないと。これで黒田さん、ゲラゲラ笑って血圧下がるかもしれませんからもうそれじゃないですよ、ね、とりあえず病院ですね。とりあえずお願いします。というわけでまた来週お目にかかりたいと思います。これは5月3日連休の、ね、最中ですけども、ぜひ皆さんまた聞いてください。じゃあ皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。お医者さんが世界中が平和に暮らせたらいいな。